介しましょう。選手宣誓も行ってくださいました石田秀樹。続いて高橋雅史、伊勢隆二、家田大吾、柴崎剛、中川博文、元林邦彦、マックスゴーレムチーム東方です。続いて西方です。地元中川、下村組監督を務めます、下村明宏。続いて熊谷哲也、扇はじめ、菊田健志郎、長光直樹、そして峰田圭介。いよいよ男子決勝が始まります。はい、お互いにいく。はい、見張って。さあ、いよいよ30回目男子の部のチャンピオンが決定いたします。男子決勝、まずは1本目です。さあ、出て。あ、待ってた。オッケー、残った。頑張れ、いけ。熱い戦い。はい、勝負あり、勝負あり。まずは1本目はクスゴーレム。かなり激しい力の押し合いですので、これまでになく丸太が左右にぶれます。左右も土俵を割らないように両チーム気をつけてください。さあ、続いて2本目です。さあ、両チーム丸太を上げてください。はい、丸太上げて。マックスゴーレムの皆さんも、はい、ありがとうございます。上がりました。オッケー、残った。さあ、2本目はどうだ。という間に勝負が決まりました。30回目の丸太押し相撲大会男子の部チャンピオンが決定いたしました。それでは両チーム丸太を置きましたら、最初に並んでいた線のところに最初の線に整列をお願いいたします。どうもおめでとうございます。